こんにちは、ライオン英語チャンネルです。今日はですね、コロケーション検索にめちゃくちゃ便利な Google エヌグラムのアスタリスク検索っていうのを紹介したいと思います。前に Google エヌグラムの使い方を紹介したんですけど、このアスタリスク検索特に便利ですぐに実践可能なので、そのやり方を簡単に紹介したいと思います。はい、では毎度のことなんですけど、このスライドに僕のプロフィールを貼っています。オンラインスクールの英語ジムライオンとひよこというのがあるんですけどの代表をしています。ホームページもあるのでぜひご覧ください。はい、そしたらですね、今日はライティングとかスピーキングとかでどんな動詞を使えばいいのかがわからない時っていう時に動詞のコロケーションを調べるテクニックっていうのを簡単に紹介したいと思います。でこれは辞書で検索しても用例が十分に出てこない時とか、活用辞典とかコロケーション辞典を調べても載っていない時っていう時に特に便利だと思います。で Google エヌグラムは主な使い方について過去の動画で解説しているのでそちらを見てほしいんですけど、完全無料でアカウント登録不要です。すぐに使えます。今日紹介するスキルもすぐに実践可能で、かなり応用が効くのでぜひ活かしていただきたいと思います。そしたらですね、早速なんですけど、この例文を見てください。これはジニアス英和辞典第5番から引用した例文なんですけど、クリティカルシンキングに関しての、例えば例文があります。 Critical thinking is a skill necessary to succeed in college and beyond. 分析的な思考は大学及びその先の人生で成功するのに必要な技能である。で、この例文が気に入ったとします。こんな風にクリティカルシンキングについて今度スピーキングとかライティングで使ってみたいなと思ったと仮定しましょう。これをじゃあ英会話とかライティングでもいいんですけど、などで使いたいとして if から始めたとしましょう。そうするとそこに書いているように If you wanna succeed in college and beyond, it is essential to 動詞クリティカルシンキングみたいになりますよね。で、ここ動詞例えば何が入るかって今ちょっと考えてみてください。ぜひもちろん文脈によっていろいろ入るんですけど、これ先ほどのジーニアスの辞書の例ではクリティカルシンキングを目的語にできる動詞っていうのは載っていなかったですよね。なのでさっきの文が気に入ったとしても動詞が何を使えばいいのかがこれだと分かんないんですよね。もちろんコロケーションとか普段から英文をいっぱい聞いたり読んだりしてる人はなんとなくこの動詞が合いそうだろうっていうのはもちろん想像ができたりはすると思うんですけど、分かんなかったとして、で他の辞書でクリティカルシンキングを調べても辞書の要例が十分に出てこないと。でちなみに活用辞典とかでもクリティカルシンキングっていうのがピンポイントで出てこなかったとしますよね。でこういう時に Google エヌグラムのアスタリスク検索っていうのが便利で、こういう風に動詞を見つけたい時はこういう感じで to アスタリスククリティカルシンキングみたいな感じで to アスタリスクっていうのを使うとうまくいくことが多いです。でこれを検索してみると Google エヌグラムでこんな感じになります。上から見ていくと、develop, promote, use, foster, stimulate, apply, teach とかっていうのが出てきます。で Google エヌグラムがいいのがこういう感じで頻度がこのグラフでね分かるんですよね。だからここだったらディベロップが結構使われてるんだなとかっていうのが見て取れると。これめちゃくちゃ便利なんですよね。でこれ他のツールでもこういう感じで、ちなみに to とアスタリスクを入れて検索する方法もあるんですけど、例えば Google エヌグラムだったらこういう感じで検索ができます。ただ、ちょっとだけ注目してほしいのがですね、ここまででこの to とアスタリスクっていうのを今回の動画では覚えていただければ全然十分なんですけど、下から2番目の紫色のこの検索結果見てくださいと to the critical thinking っていう風になってますよね。つまりこの検索方法だと to 不定詞で頻度がね高そうなのを抽出するのには便利なんですけど、必ずしも動詞が入るとは限らないんですね。ここは to the っていう感じで冠詞になってますよね。なのでこういうとこはもちろん注意が必要で、なので例えばこのグラフ見て、じゃあディベロップとかいいなみたいな、頻度が高そうだしっていうことで、これを必ず例文検索エンジンなどでしっかり例文で確認するとっていうことをするとさらに効果的だと思います。で、例文検索エンジンはSkELLとか他のツールもめちゃくちゃ便利なのがあるので他の動画で紹介しているのでぜひこちらもご覧ください。もう N グラムも便利ですけど例文検索エンジンも最近とても便利です。はい、っていう感じですね。Google エヌグラムに関してはその他の英語学習者が知っておきたい主要な検索法を違う動画で全部解説しているのでこちらもぜひご覧ください。はい、その他書籍紹介のプレイリストとかもありますのでぜひご覧ください。ライオン英語チャンネル今後も更新していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。高評価もしていただけると非常にモチベーションになります。オンラインスクール代表もやってます。ホームページぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。